安倍の生命と藤原の住友が戦っているところに戦国の名軍師である黒田官兵衛と忍び穂村が乱入し、二人の戦いは中断する。またその頃危機に陥っていた機動丸を救うために道満は馬頭を召喚していた。機動丸の前に姿を見せた官兵衛は魔界衆の中にいた兵糧を見つけると襲撃。そこに霧隠れ才蔵が現れ穂村と戦う。途中地雷屋の暴走もあるが、兵糧王と馬頭が協力して官兵衛を止めることに成功する。ここでようやく魔界連闘会の第一試合が行われることに。黒魔術軍の参謀としての正体を表す黒田官兵衛、五芒星軍の鶴姫と黒魔術軍の真田大輔と魔界水軍の俵の塔太の戦いとなる。この戦いは大輔が勝利し、その代償として鶴姫は兄である大堀康房の記憶を奪われる。そして今回の最後の戦いは黒魔術軍の大堀康房、霊勢高豊、朝比奈義秀、魔界水軍の越智康成、久喜義隆、村上武義、五芒星軍の末高房と前田慶次、安倍の生命の三つどもえの戦いとなる。この戦いは生命と高房の連携で朝比奈義秀を倒し、五芒星軍が勝利。霊勢高豊を黒魔術軍から奪うことに成功する。魔界連闘会を主催する悪老王は生命に勝つために魂をかけた策を行うと語り、この世の魔界は幕を閉じる。